まあ、この話をちょっとまた変わるんですけど、なんか仏教もなんか中国とその日本のその違いってあるんですかね、やっぱり。まあね、中国の仏教が、まあ、日本に入ってきたのは大きいので、共通点は多いと思うんですよ。そうですよね。やっぱり、ね、今の中国のお寺とか行って、あ、ここは違うなっていうとことも結構ある。例えば、日本のお寺っていうのは、お寺に限らず神社さんもそうかもしれないんですけど、古い状態を古いままで保存していく。そうですね。ね、まあ、うちはちょっと改修させてもらった。はい、まあ、新しい柱も立ちましたけど、でも、千代院さんがね、浄土宗の総本山の千代院が、今も、弊社の大改修が終わった。そうですね。見た目、まあ、瓦はね、ある程度弱って、古いものは、ここは国宝なんで、古いものは古い、使えるものは全部置いてる。だから外見柱は全部そのままなんですよね。あ、ピカピカにはなってないんですよ。で、いい意味でね。いい意味で。はいはい、でも中国で多分お寺を改築するとなったら、ピカピカってカラフルになる。そうなんですね。全部塗り替えます。いやー、僕らもその仏壇、仏具屋さんでね、その話をして、びっくりしましたよ。もうだから真っ黒の、その、でも僕らからするとなんかすごい趣がある。そう、漆塗りの、ね。漆塗りのなんかいい感じのなんか、やっとなんかこう、色が出てきたなーっていう感じがするんですけど、金箔に全部貼り替えましたもんね。そうなんですよ。はぁーみたいな。ピカですよ。もうキンキラキンのピッカピカになって。なんかやっぱ新しいことが美徳というか、なんかあるんですか、そういう。でも私もその向こうのね、そのお坊さんとか、まあ仏教の信者さんとかと話の中でちょっと聞いた話なんで、もう学術的にどうかは知りませんけど、はいはいはい、文化財の、まあ、保護の観点もあるんですけど、あの、信仰なんで、お寺っていうのは、その、信仰してる対象が修復するということは、剥げてきた状態をいかに剥げないように保存するかじゃなくって、最初の状態のように塗り直す。なるほどね。じゃないと信仰が、信仰も焦ってくるというんですけど、まあ、それも一理あるなと思って。で、仏像が金ピカなのは、仏様は32層っていうのがあるんです。32層、仏の層の一つに、まあ、体からね。まあそうですね。光が。光が発してる。光を表すのが、やっぱり一番表せるのは黄色。剥げてきたら仏さんじゃなくなって、層がなくなっていくので、またもう一回塗り直す。層を出すためにっていう。だから仏壇の荘厳とかも全部キンキラキンの、まああの、仏の世界、浄土っていうのを表してるから、金。なるほど。だからそれが豪華に見えるんでね。なんか、お金持ち。いや、そうなの。思われてしまうと困るんだ。いや、だからね、これ、林さんで、これよくある話が、坊主丸儲けみたいな話って絶対出てくるんですよ。見てみ、あそこのお堂、金ピカでって言うんですけど、違うんだと。金を使ってるのは、その、あまねく光を市場に照らすというために、一番わかりやすい色が金なんだという。くすんでたらダメですよ。あやっぱり神社さんのあのね、朱色もその魔除けの意味があったりとか、うん、お寺でも朱色を使ってますけど、中国のお寺っていうのは朱はあんまり使わなくて、黄色なんですよ。まあ言うたら黄土色っぽい色。ああ、そうですね。黄色っていうのは木っていうのは孔ですね。孔ですね。それが皇帝の孔につながるんですね、音が。なるほど。だから黄色の建物っていうのは宮殿しか使えなかったんですよ、昔は。皇帝の特権色です。はいはいはい。でそれを、まあ言うたらお寺でも使っていいよっていうふうに、許可されてる。だから聞いた。なるほど。あの、神様の使いで牛あるじゃないですか。はいはい、あれ、液鏡だったと思うんですけど、黄牛ってあの、黄色の牛と書きますよね。しかも黄色っていうのは、陰陽五行の思想で言うとね、五行っていうのがあるんですけど、あそうですね、中心な、中央なんですよ。うんうん、そうですよね。北が黒で、うん、南が赤で、で、東が、うん、こっちが東。はい、東が青で、西が白。そうですね。で、真ん中が黄色なんです。そうですよね。だから、玄武とか、白虎とか、青龍とかいうやつですよね。スザクとか。で、黄龍って黄色の龍が真ん中に。うんうんうん、黄色っていうのが中心っていう意味もありますよね。
ほど。だから皇帝の子。いや、だから、前回、今、先ほどね、話してた話で、うん、これと、全然取れてなかったんで、これめっちゃもったいない話なんですけど、恩の話が大事だって話だったじゃないですか。うん、やっぱ、東洋のこの教えとか、やっぱ仏教の教えもそうなんですけど、恩、うん、ってすごい大事なんでしょうね。まあ、日本語音で言うとはこうだけど、中国語、現代の中国語音で言うと、保安っていう発音。保安、両方保安って読む。なるほど。音通っていうのはただのダジャレじゃなくって、まあ、日本風に言えば言霊、音と同じ音の言葉を発すると、何かであったり、エネルギーであったり、ね、そういう力があるのかなって感じたりするんですけど。だから、まあ、先ほども話してましたけど、植物の話と、まあ、人間って一緒だと。昔、手足のこと、枝って呼んでて、目、耳、鼻、鼻って言うと鼻があって、そうそうそう、目っていうのは目吹き、目吹くっていう目がね、目があるわけじゃないですか。で、考えていくと、人間の体と、ほとんど同じ、植物と同じように捉える。まあ、これがだから、本当に自然を大事にするという根本的な考え方に言ってるんだろうっていう話は、本当にあるのかなと。草木、ことごとく仏性ありという、三千草木、そうですよね。仏性、そうですよね。あれってやっぱ中国から来てる。そうでしょうね。東アジアに限定すると、そういう先祖崇拝であったり、自然崇拝であったりっていうのが、もともと強かった、文教とか伝わる前から、強かったんじゃないかなと思うんですよ。だから今の話、先ほどね、ちょっと話した話で言うと、その日本のその仏神道的な考えの中にも、古神道の中にも先祖供養という考え方があったりする。つまり先祖供養っていうのが基本的にこの東洋の中には存在するんでしょうね。というのは、仏教の元々の考え方で言うと、植物って衆生に入らない。衆生っていうのは六道の住人、天の神様です。人道っていうのは人間ですね。はいはいはい。で、修羅道っていうのは、まあ、後にできたと言われますけど、まあ、戦いをしている者たち。はいはいはい。まあ、人間っぽいように描かれますけど、そうですね。五体が。はいはいはい。で、あと、餓鬼、畜生、地獄ですけど、餓鬼や地獄の亡者っていうのは、人間の姿をしてる。人間っぽい姿。まあそうですね。お腹ポコンと。畜生道は動物です。植物は？あ、どの世界にも植物はあるんですけど。面白いな、それ。植物が輪廻してるっていう考え方にはなってない。確かにそうやね。でも、我々は、日本のお坊さんは、多分、その三千草木七不生を言うので。そうそう、花摘んだ飽きませんっていう話出ますもんね、必ず。この花切ったら、ね、おじいちゃんの生まれ変わりとは言わないけども、でも、命があるものだから。大事にせなあかんっていう話になりますよね。ああ、それ面白いですね。確かに。元からないのになんでそういうふうな、入ったかというと、やっぱ中国じゃないかな。ああ。まあ、この分番組っていうのは、お寺と神社を、こういう動画媒体を通して、広く発信している。こういう場だというふうに思うんですけど。あ、おっしゃる通り。はい、まあ、こういう YouTube チャンネルを通して、ぜひぜひ、もっと身近に感じてもらえるっていうのが一番いいかなと思っているので、お寺とか神社が身近に感じてもらえるようなチャンネルを作りたいということで、今回、やらせてもらっている。まあ、時にはね、カジュアルに。時には、フランクに。そしてまた時には、すごく固く。そして、本質をついた番組を追求したいと思ってますので、ぜひ皆さん、よろければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。お願いいたします。